はい、貯蓄マニア主婦のなおです。今回は、始めたかったのにイデコに加入できなかった話をしていきたいと思います。はい、イデコをですね、始めたいって思って、実はちょっと前に申し込みをずっとしてたんですけど、なんと残念ながら私はイデコに加入することができませんでした。はい、ね、まさかのね、私楽天証券で申し込みを行ったのですが、もう加入できないというまさかの事態が起こってしまったので、まあ皆さんにもこういうことがあるよっていうことでお話ししていきたいと思い、まとめてみました。はい、私はですね、私学共済という厚生年金に加入しております。公務員と私学共済の加入者は職場に専用の事業主の証明書を書いてもらわないといけません。そうなので、まあその私学共済っていうのは結構私は幼稚園での勤務をしているので、教職員だったりとかね、そういう職業の人が入る厚生年金なんですけど、そうだからあまりね該当する人はもしかしたらいないかもしれないんですけど、そう私みたいな保育士とかの職業の人は当てはまることがあるかもしれません。職場がそう国民年金基金連合会に登録していないといけないんですよね。はい、で私の職場は残念なことに国民年金基金連合会の登録をしていませんでした。でそれどころか、まあ、そもそもイデコのことを、まあ、職場の人、まあ、事務の人とかが全然理解していなくて、そう連合会なんて加入してないからと言って、その記入してもらう欄を未記入のまま返されてしまいました。まあ、本来は従業員から加入したいっていう希望の申し入れがあった場合は、その連合会に登録してもらうのが常識なようなんですけれども、やっぱりまだイデコっていうもの自体が普及していないことで、職場ももうすぐに動いてくれないっていう状況です。そうなんかイデコっていうもの自体を理解してない人がやっぱり多いので、こうやってね職場で始めたいと思っても、そう職場自体が理解してなくてできないっていうことなんですよね。なので、まあ、もう少しイデコが普及すれば職場もね動いてくれるのかなって思うんですけれども、まあ、現状は難しそうなので加入を諦めました。まあ、今の職場にいる以上は加入できないので、まあ、残念ですね。まあ、こんな現実があることを知っておいてほしいと思いました。はい、まあ、イデコを誰でも平等に加入できるようにしてほしいなっていうのが私の願いですね。まあ、実際職場でもイデコを加入したいって思っているのは、まあ、私くらいで、そういう話を聞いたことはありませんね。まあ、そもそも投資している人もほとんどいないと思います。はい、まあ、なかなか、まあ、その職場だけではなくて身近な親戚とか友人とかにも資産運用をしてみたいという人がいなかったりとか、まあ、知識はなかったりする人はやっぱり多いですね。そう、もう少し社会全体で投資に対する意識が高まってくれたらいいのになっていうのは感じますね。はい、まあなんかインスタグラムとか発信活動をしているとやっぱりその周りに一緒に頑張ろうってしてくれてるフォロワーさんとかは意識が高くて、その現実世界をちょっと見れてなかったっていうのもあるんですけど、本当の現実世界では意外とやっぱり少ないんですよね。そうやって投資に興味がある人がね。ね、まあ、イデコに加入できなかった分、私はまあ今現金の割合を少し減らしていきたいなって考えているので、まあ、投資信託とかあとは積み立ての ETF の投資額をアップしていきたいかなって考えております。まあ、ネットで見るとこのような事態が割とあるようで、こういうことをイデコハラスメントっていうふうに言っているみたいです。はい、まあ、こういう言葉が出ているっていうことで、まあ、結構ね私だけじゃなくて悩んでる人もいるんじゃないかなって思います。まあ、私はまあいつか転職した時には
そう、イデコに加入できたらいいなっていうふうに考えております。まあでもまだしばらくは転職する予定はないので、違う運用方法で投資していきたいなって思ってます。はい、それでは、まあ、以上がイデコに入れなかった話でした。はい、でイデコのねメリットとかも以前の動画でお伝えしたので、実際に入れなかったのでちょっと残念だなと思うんですけども、はい、まあちょっと機会があればまた挑戦していきたいなって思ってます。はい、それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントもお待ちしてます。バイバーイ。